はい、皆さんおはようございます。たかちん TV のたかちんです。いつもご視聴ありがとうございます。今これライちゃん今ベランダに出てます。お外結構一日のうちに数時間かこうやってじーっと眺めてるんですよね、外の様子。やっぱ猫ちゃんって外の様子じーっと眺めてるの好きみたいですよね。こうやって眺めてます。周りね、なんかカラスとか、今日は結構カラスが飛んでますね。カラスとか、あとスズメなんかもいます、うちの周り。蝶々なんかも飛んでますよ。田舎なんです、本当に。田舎なのでいろいろ飛んでますよ。虫なんかも結構飛んでます。結構もうちょっと経つと夏場になって暖かくなると、カブトムシなんかも結構窓のとこぶつかった跡があって、結構ベランダに落ちてたりするんですよね、クワガタとかカブトムシが。結構こんな感じなんですよね、ベランダ。ん？ライちゃん反応してますね。あれ、なんか入りたいのかな？ずっとこっち向いてますね。ちょっと入れてあげます。はい。あれ入らないですね。うん？入らないな。入りませんね。アップしてます。あれ、こっち向いてますね。やっぱ猫ちゃんなんで気まぐれなので。こうやって入りたいのかな。さっき開けてあげたのにな。なんか入れてアピールですね。なんかさっき開けたすいません、喉がちょっと。さっき開けてあげたじゃん。入る？皆さんどう思います？これなんか入りたいっぽいですよね。あれ、そっぽ向いちゃった。じゃあもう一回開けてみますね。はい、おかえり、おかえりなさいませ。あれ、ダメだな、入ってこない、入ってきませんね。ちょっと離れてみようかな。ちょっと離れてみますね。隠れてみます。今ちょっと隠れて観察してます。どうかな。やっぱ家猫ちゃんなので中の様子気になるんですよね。こうやって中の様子気になるけど外の様子も気になる。入んないのかな。ね、本当にライちゃんのこといつもご視聴していただいて本当に嬉しいです。
本当こんな静止画しか最近撮影できてなくて、皆さんに癒しをなかなかお届けできなくて本当に申し訳ないです。こんな感じで静止画雷ちゃんなんですよね、うちの子は。本当にあの猫動画アップされてる YouTuber さんとこお邪魔させてもらってるんですが、本当にあの活発に動いてて可愛いんですよね。こんな感じで動かない、動いてくれないんですよね、こうやってね。動きません、動かないんですよね。入れてほしいのかな。どうなんでしょうね。もう一度チャレンジしてみます。ダメでした。こんな感じなんですよね。自由に動き回ってほしいんですよね、本当に。お？なんだ、さっきは。ん？おお、シャキーンとしました。シャキーンとしました、さっき。ん？何か見つけたんでしょうかね。何なんでしょうね。まあ、お外にいるんですけどね、いるんですがね、本当にあの猫動画アップされてる方で、あのお散歩とかされてる方の動画とか見させてもらうと、本当に羨ましくなっちゃいますね。本当に公園なんか連れて行かれて、のびのびと猫ちゃんが遊んでる姿見ると本当に癒されますよね。ワクワクしながらいつも拝見させてもらってます。あれ？入りたくなっちゃったのかな？ん？あれ？見つめてますね、こっち。ん？あれ？入りたくなっちゃったのかな？なんか眠ったそうですね。眠ったそうですね、なんか。ん？なんだろう。ん？ああ、ダメだ。終わりました。終了です。もうまったりしちゃいます、ここで。あ サンダルの手を突っ込んでます。
サンダルに手を突っ込んでます。あれ、かじってる。あれ、あっ、手、これは手が出てます。まったり。あれ、かじってますね。あ、犯人はライ君だな。あー、悪い、いたずらしてますこれ。あれれれれ、あれ、悪い子だな。ほら、手入れちゃってますよ、ほら。悪い子だな。なんだ、ほら、すごいでしょ、ほら、かじられた後は。サンダル本当にこんな感じで散乱してます。いろんなとこにね、サンダルが、ほら、あそこにもありますよね、サンダルが。動かしちゃうのもかわいそうなんで、まあなるべくそのまんまにはしてあるんですがね。隠してあるんですかね、あそこの下に、ベンチの下に。サンダルの中に手を突っ込んでます。ですね、もう動きませんね、まったりしちゃいました。では皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも癒し動画をアップさせていきたいと思いますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。たかちん TV のたかちんでした。次回も楽しみに、ライちゃん動画待っててください。ありがとうございました。